皆さんこんにちは。靴下はユニクロより無印派、エミリです。と、前回はキリュウちゃんがついに資産運用をし始めました。で、5ビリオネラーをそれで倒す予定です。あとはレイナさんがついに登場して、もう3人組のね、4人組か3人組か関係がどんどん構築されてくるので、これからのストーリーが楽しみですね。すごい神々ですね、今日は。じゃあ、続き行ってみましょう。セレナ。素敵な服装。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。偶然いるのすごいよね。おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ。最初の一杯は私のおごり。そんなおしゃれなことを。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。ユミちゃん、あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの街でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだかキリュウさん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。失言したわね。素敵なお花、赤で統一してるな。それにしても立花不動産の小田って言ったか。ちょっと遅いんじゃねえのか。確かに心配。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。そうだな。なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。そうだな。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？ええ。いいね、歌う歌う。だがそれじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。ちょっと恥ずかしいよ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。やっちゃう、歌っちゃう。何の歌がいいかね。あ、ジャッジメント。来ました。来ました。錦の出番です。ゴーゴーゴー。え？誰今ゴー言った人？え？ノリノリじゃん。錦。ははは。
ちょっと掛け合いダサいよ。今んとこ上手くない私。あ、ダメだ、調子乗っちゃダメ、ここむずい。あれ、なんでキリちゃんもいんの。チーノジャッジメント決まった。でれん、決まったぜ。ククイどう。おお、前回より1点低い。カラオケを楽しい。カラオケどうよ。錦山君すごい、プロみたいだったわ。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。かなりね。しょうがねえから乗ってやっただけだ。なんだそりゃ。たく、素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。え、歌いたい。そんなわけないだろ、たく。歌いたかった。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。やられてんじゃないの。本当ね、事故にでもあったんじゃないかしら。本当だよ、大丈夫。おだっち、おだっち、いらっしゃい。え、ボッコボコじゃん。太田、怖い怖い怖い。眉毛がみんないかついわ。やっぱ眉って大事なんだな。いや、元気そうだな。やば、あわな。スーツめっちゃ高そう。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。ああ、ボコボコにしたもんね。戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前が、うちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産でいいや、こそこそ東洋館に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。そうなの。かわいそうに。ああ、おめえのせいでけじめつけちゃった。爪切りでカクカク切ってるタイプだ。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれ、ああ、もう鼻血出た。錦強っ。いいね、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、怖っ。ガキがシャシャル出てくんね。うわ、気まずい。一番気まずいよね。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。うん。ああ、
出なくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。うん、我慢できない感じ。こいつら見てるだけで俺らはもう。おう、課題の皆さんに迷惑かけねえようにな。いや、本当だよ。店の外でやれ。本当だよ。ほら、ここで錦山と飲んだのか。飲みたくない。美人のママも一緒にな。最悪。ほら来いよ、キリュウ。マジですか。うわー、すぐに戻る。おい、戻れるかな。うわー、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。無理無理。ねえ錦山、怖っ。悪夢じゃん、悪夢。勝てるかな。俺はよ、お前が正気とは思えねえな。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。1000万。死に急ぐのは勝手だがよ。バイク。もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったってんだ。土下座しろや、土下座。てめえたちは分かってんのか、バイク。怖いです。うわ、レザーっぽいスーツ。あれなんか勘違いしてるらしいな。すごいな。あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もね。やる気なのか。そうかよ。面白いな、お前。キルちゃん。おれ、やってみろ。う。早くやれや。その代わり、ここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきた。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の面か。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所入ったよ。もってよね。てめえ、何が最後の一戦。てめえらとっくにそれ超えてんだ。行くぜ。はい。うわ、おお、岡部。行くぞ。一線越えやがって。おりゃおりゃ、いった。くらい、いけ。うわ、よしよしよし、このお米いけ。うーん、おりゃ、うん、うわ、避けられる。よしよしよっしゃ。うー、気持ちいい。キリュウ、てめえ
であるもんだ。ピカピカのスーツ。クズの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。うわ、度胸ある。やってみろよ。え、やんの？さすがに勝てないです。きれいよ。おめえ、なんで立花不動産に言える？何？分かってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。うん、頭の息がかかったおめえやな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って殻の一つを追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うが、あんたの勝手だ。おめえごまかすの下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだよ。はい。立花不動産、もう殻の一つぼの持ち主を見つけたのか？そうか。あ、まだか。どれでも手がかりくらいは掴んどるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見る。なんだよ。おめえは分かりやすくて本当いいや。ああ、素直なとこが出ちゃった。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に、立花不動産の社長と合わせろ。ええ。やつはうまいこと隠れまってるようだな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。そうだ、やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ、風間が殻の一つに手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。道島組傘下の全組織からだ。それはつらい。私も無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次、おめえの兄弟も始末する。錦屋のことだ。困る。それは困る。このままじゃあいつは、おめえのとばっちりだ。助けてやるよ。あんた、立花に会ってどうする気だ？うん。殻の一つの情報を洗いざらい、吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。ご退場、つまり殺すってことか。朝まで考える時間があるな。立花渡すか、おめえが死ぬか。どっちか選んで組合長に連絡しろ。究極返事がねえときは狩りを始める。お前の首で。怖っ。どうしよう。本日の動画はここまでです。いやー、阿波野さん恐ろしいですね。戦友屋の方々が仕返しに来て、山野井さんと錦山くんと小田さんを傷つけました。キリュウちゃんがぶっ倒して、阿波野さんが殻の一坪の事情を知っていて、橘さんを
殺すか、キリュウちゃんが殺されるか、どっちかを選べってとこで終わりましたね。いや、究極の二択すぎる。なんかもっといい方法ありそうだけどね。なんかないのかな。あとは、淡野さんのスーツが結構、おしゃれで、なんか可愛くて好きでした。着物っぽくて。じゃあ次は、きっとだけど、立花さんのとこに行くのかな？ちょっとわかんないけど、次の動画も楽しみです。皆さんも楽しみだといいな。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。またねー。